石野陽三の芸術。ちょっと今までとだいぶ絵が変わってきた。これはオイルパステル画である。右の方は Glass が踊っている。左の方もグラスが何か楽器でも鳴らしている。踊りながら真ん中の方でも何かフルーツみたいなものが騒いでいる。花が咲いて、左の下でも何かフルーツが騒いでいるという、いわゆる踊れ踊れという題材である。はい、2枚目。これ右の方にアルコールの瓶が手を挙げて何か乾杯のあれかな、ん？ようわからん。真ん中には瓶が踊っている。左の方には花瓶が踊っている。これも踊れ踊れという題名である。これもオイルパステルが。はい、3枚目。これもオイルパステル画である。右の方はボトル、真ん中はグラス、右の下は、左の下は何かちょっと果物かな。みんな騒いでいる、踊っている。まあ花びらや花が周囲にあって楽しい雰囲気で踊っている。ややコミカルな、普段からコミカルであるが、もっと踊れ踊れのテーマなんで3枚とも、みんなコミカルに踊っている。この傾向の絵が面白いのかどうか、今までなかった描き方をしている。いいか悪いかの判断は皆さんに任す。